らです。海のまんまる笑顔です。パチ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 。さあみんな、海はとても好きだということですが、その海に今とっても困ったことが起きているんです。みんなお寿司好きですか？美味しいよね。でも想像してみて、そのお寿司の上に魚がなくて白いご飯だけだったらどうしますか？ね、美味しいかな？美味しくないね。はい、みんな砂浜で遊んだことありますか？ね、砂山を作ったり、波を追いかけたり、生き物を探したりね。でも想像してみて、その砂浜がゴミだらけになっちゃって、裸足で歩いたり寝っ転がったりできなくなってしまうかもしれません。想像してみてね、海が汚れてしまって魚や海の仲間もいなくなっちゃった。海はどうなってしまうでしょうか？知ってもらいたくてここにやってきました。なんで昔の海は魚や生き物がたくさんいて、それはそれは綺麗で楽しいところだったんだよ。人間のお友達もたくさん遊びに来ていました。でもね、だんだん人間のお友達が来なくなっちゃったんです。とっても寂しいんですよ。最近は人間のせいで地球がおかしくなってきていて、お魚や生き物の数も減って、海は元気がなくなっちゃったんです。ゴミも増えて、このままだと魚の数よりゴミが多くなっちゃう日が来るんだって。どうしてこんなにゴミが増えちゃったんでしょうか？どうしてこんなにゴミ増えたのかな？実はね、みんなのお家に出すゴミがすごく増えてて、ゴミで溢れちゃってるんです。溢れたゴミは川を流れて海に来ているんですね。だから海にゴミが増えちゃうんです。みんなが住んでいるところと海は実はとってもつながっているんです。人間の友達も遊びに来なくなって、ゴミも増えて、海の生き物も減って、今海はねとっても困ってます。みんなで海助けましょう。どうすれば助けることできるかな？ゴミをゴミ箱に捨てる。そうです、そうそういうことですよ。みんなね、みんながすぐできることは何でしょうね？砂浜で山を作ったり、川を作ったり、あと生き物もね、たくさん探してみましょう。そしてゴミがあったらそこで必ず拾いましょう。そうすると海も元気になるし、海が元気になったらお魚やお魚の仲間もどんどん増えていきます。そうしたら海が元気になれば、お魚も生き物も友達もいっぱい増えて楽しくなりますね。そしてお寿司もどうなりましたか？お寿司、魚たちが乗ってる。そう、お魚もね、ちゃんと
乗るようになります。美味しいお寿司食べられるようになりますよ。みんなが海を好きになれば、海もね、みんなのこと好きになってくれます。海もまんまるピカピカ笑顔に、そしてみんなもまんまるピカピカの笑顔になります。さあみんなで海にレッツ